こんばんは、ハム太郎でございます。一日ね、遅れてしまったんですけども、高杉晋作使っていきましょう。ごめん、身の厳選がね、全くする時間がなくて、まんまね、通常高杉で今回やっていきます。まあ多少身で強化されてるけど、まあまあまあ許容範囲内でしょ。そこはほぼほぼ未強化と同じで、というわけで今回はミスリルやっていきます。なんでミスリルかっていうと、まあ、多分この子ね、需要今上がってるんだよね。なんでかっていうと、この間のテオ。テオだよね、確か。テラだ、ごめん、テラ。そうそうそう。テラでの最高運枠になってるんで、まあ、多分ね、ミスリルちゃん使う人もただ増えてくると思うんで、周回する人も増えます。ってことは、高杉の出番。一体いるだけで、さっき使ってみたらすげえ強かったんで、今回艦隊編成でね、楽しんでいきます。なんで強いかっていうと、まあ、ここってバリア割った後にダメージ与えるんですけど、全員必中遊女なんだよね。これ今でこそめちゃめちゃ普通だけど、出た当初は長短ってすごいレアな遊女だったんですよ。この画面上にいる全ての敵に対してダメージをがっつり削っていくタイプの遊女、あんまりなかったんじゃないかな。なんでね。あ、届かなかった。失敗したな。まあ、なのでね、こんな感じで、こう全員をね、がっつり処理できる遊女が強いところだと、めちゃめちゃ強いってとこ。アピっていこうと思います。左上の長弾を触る、それだけ。いいね。まあめちゃめちゃピヨピヨしちゃってるけどね。まあ、そこはね、いいとしましょう。で、直殴りもね、結構強いんよこの子。ほら、これでほぼあんま強化してないからね。多分ちょっと一応見ていい？1500ぐらい、本当にほぼほぼ未強化状態でもこれだけの力を持ってくれてます。こいつはいいキャラだよ、高杉さん。もうね、モンスターハンターが一段落したら、いや一段落する前にこの子は多分先に厳選すると思うけど、身の厳選タイムが来たら同撃3種の編成で私は身を強化するつもりです。なんでかっていうと、理由は単純。この子ね、友情コンボ強いんだけど、今の時代にめちゃめちゃ強いかっつったら、まあバカ強いまではいかないんだよね。どのぐらい強いかっていうと、友情特化型キャラに比べればそんなに強くないけど、でもいたら絶対強いよねぐらいの感じ。持ってる人は絶対厳選はした方がいいと思う。ただ、強友情キャラ持ってるんだったら、まあ、そこまで最優先で熱き遊撃編成をする必要ないのかなって感じですかね。奥義上貫通弾は強いんですけど、単体火力。単純に、長弾、もちろん長強長弾なんて強いんですけど、長距離長弾だけだと、そこまで1体には強くないんですよね。画面上に敵がいっぱいいるときはめちゃめちゃ強いんですけど、それ以外ではそこまで目立たないんで、っていう感じです。これ縦でいいな。ちょっとすいません。ザクザク行きすぎちゃって、バフ持ちが誰もいません。失敗したね。私のミスです。あー、直せなかった。まあ、いっか。じゃあ、こっからね、サクサクバンバンでやっていきましょう。さあ、ボスが来ました。この敵の数を見てください。ここでさ、長打打ったら絶対気持ちいいじゃん。はい。ただ、バフもらってないからそこまで強くないんですけど、あー、そっちか。そうだよな。そっちバフもらっちゃうよな。ごめん。もっとがっつり削れると思ってた、俺は。そんなに削れんかったね。いやはや、ミスです。じゃあどうしようかな。さすがにバフもらってない状況でね、がっつり殴りに行ってもあれなんで。あ、ダメだ。ひよこパーティーになっちゃった。すいません。あ、君いたじゃん。いたんかい。で、はい。こっからね、この子の見せどころ。自強化倍率が1段階目で、これ3倍もあるんですよ。ってことは、3点にこだわらずに弱点を切ってあげると、十分強いんだよね、これ。12ターンで3倍の自強化はありえないです。ただ、往復回数は決まっちゃってるんですけど、これ、他の方の動画で見たんですけど、完全な縦感、完全な横感とか、ブロックを利用して3点壁に触れなければ、なんと、打てるそうです。シャカシャカシャカって感じで。それは強い、すごく強い。割ってから長弾。これがね、バフ持ちの場合の長弾です。めちゃめちゃ強いよね。ここまで強いのはちょっとね、やりすぎ万次郎だよ。
ここもバリア割って 4P の友情がっつり入る。使い方次第にもよるけど、このストライクちょっと優秀ですよ。はい。で、キャラクター自体も、アンチ重力、アンチワープっていうね、まあまあメインなギミックに対応してるんで、いろんなとこ行けると思います。さあ、最後は 1P の横間で決めたいんで、弱点効果だけ上げられるとめんどくさいんだよね。だから、ちょっと削れちゃうかな。まあ、バリア砕かなければそんな効かないよ、確か。だから、こういう感じで。よし。これ弱点効果ダウンはないんで、あ、でも 1P すごいとこにいる。もう完璧。はい、これでね5倍の授業が打てます。ターン数にしてたかが20ターンで5倍。あ、ガイド嬉しいね。はい、どう？これは強えわ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。高杉さん持ってる方はぜひ厳選をしてみてください。こいつは優秀だよ。じゃあ、モンハンやります。そう。あのね、やってない人には全く分かんないかもしれないですけど、ナルハ・ハタ姫の集会が忙しいんですよ。初めてやったけど、ハマっちゃってます。落ち着いたらね、またモンストにどうせまた戻ってくるんですけど、モンストはね、もうずーっとやめられないから、もうあれだよね、生活の一部だよね。ああ、廃人だわ。はい、バイバイ。